ね、トレンドが発生しやすいのか発生しにくいのかを確認してロジックが、ね、利益を出しやすい環境を探すというのはもちろんなんですけども、まあ、そもそもですねその前に通貨ペアを選んで 一番強く買われている通貨と一番強く売られている通貨を探してこれから相場が大きく動きやすい通貨ペアを選択しようってことがですね、えー、すごく大事なんじゃないかなっていうふうにですね今自分自身は思ってるんですなのでそれをやっていきたいんですねはいじゃあね具体的な話をちょっとしていきたいと思います今のはですねあくまでも手書きの話なので具体的な話をしていきたいと思いますねはい えー、じゃあ具体的な話としてですね、今ここに表示させているドル円という相場をですね、見ていきたいと思います。ね、馴染みが深いドル円。誰でも多分おそらく見たことがあるんじゃないかな、日本人ならばというふうに思います。ここを見ていきたいと思います。はい。で、ちょっと直近の相場見ていきたいと思います。はい、直近の相場。今現在の直近の相場を15分足あたりで見ていきたいと思います。はい。そして、えっ、ー、とですね、1日の始まり。 これが1日の始まりで、さえこれが一番週末なんですね。はい。これが15分はしてみた1日になります。ドル円相場の、えー、一番最初、えー、と1日の始まりから1日の終わりまでを表示しております。こんな感じです。はい。ドル円は今現在下がってますね。下落方向に落ちています。はい。そしてちょっと戻されてますね。はい。 今この相場状況を確認するとですね、まああの、まあ自分自身だとですね、例えばですね、こんな感じでトレンドラインを引いてたりとかしてですね、はい。相場自体はですね、ダウントレンド中で、 ダウントレンド中、4時間足で見たときにダウンドトレンド中で、1時間足は一時的にアップトレンドになったんですけど、トレンドラインブレイクによってですね、下落方向に落ち始めたって自分はここ思ったんですね。なので、はい、今後もですね、相場の環境認識により、えー、今回、ここの相場、ここのですね、トレンドラインブレイクから、矢印つけましょうか。ここからですね、これはこ,この始まりにからか。 ここの始まり値からですね、下落方向に動きやすい環境が整ったから、ショートエントリーをして利益を稼ぎたいっていうふうにですね、この相場だと思うんですね。はい。ロジック通りにエントリーするとこんな感じです。はい。ここでエントリー仕掛けたいんです。はい。じゃあ、他のクロス円通貨を見てみましょう。例えばドル円もそうなんですけど、ユーロ円だったり、ポンド円だったり、オージ円だったりちょっと見ていきますね。はい。同じ環境を見ていきます。 はい。ここの一番左上にあるのがですね、先ほど見たドル円です。ここですね。はい。で、同じところ、同じですね、1日の始まりにですね、今、左下がユーロ円です。で、ここが右上はポンド円。で、ここがオージー円です。まあ、よくあるね通貨ペアですよね。はい。で、馴染みも深いんじゃないかなと思います。クロス円の通貨ですから。で、え注目していただきたいのはですね、この相場。 全部同じ時間から始まってます。この縦ラインは同じです。でも、値動きが全然違いますよね。ドル円相場は、下落した後に戻されてる。結構深めに戻されてます。はい。ユーロ円は、途中で反発して、レンジ相場みたいになってますね。で、OG 円は、レンジ相場になった後、ちょっとだけ上昇して、レンジ相場。で、一方、ポンド円、ずっと下落が続いた。そして、今、レンジ相場。 ね、この中で、まあ、ざっくり見てですね、戻しが、ユーロ円とかポンド円よりも圧倒的に、あ、ごめんなさいえ、ユーロ円や OG 円の戻しよりも圧倒的にポンド円の方がね、小さいと思うんです。で、この途中の、途中の調整相場、途中の戻しですよね。まあ、ユーロ円とか若干戻してるんですけど、全然戻しがないですね、ポンド円に関しては。全然戻しがなく、ずっと下落が続いております。 はい、まあ、この中で見ればですね、圧倒的にポンド円がですね、えー、プラスになったんじゃないかなというふうに思いますはい、じゃあこの4つの通貨ペアの中でこの4つのペ通貨ペアの中で,ですね、えーと、まずはですね、この4つの通貨ペアの共通点ね、探していただきたいと思うんですけど、えー、4つの通貨ペアともですね、まあ、クロス円選んだので当然なんですけど右側の通貨が全部円です 右側の通貨が全部円なんです。えー、二つの通貨から出来上がってる通貨の中で、とりあえず、右側は全部円なんですね、ここ。はい。右側が全部円で、そして、えー、違う点は、左側の通貨は全部違うってことで,ですね。えー、ここは、えー、左上はドルだし、左下はユーロ。右上はポンド。 右下は OG ですね。はい。で、えー、左側の通貨は全部違いますよね。はい。なので、まずはですね、円は基本的に全,全部買われているんです。そう、ダウントレンドですので、ダウントレンドというのはですね、ダウントレンドというのは先ほどお伝えした通りですね、右側の通貨が買われているんです。なので、全部、 右側の通貨は買われているんですけど、ただ、この戻しが全然違うわけじゃないですか。で、かたやこのドル円に関してはですね、高値切り上がってるんでアップトレンドと言ってもおかしくはないんですね。はい。まあ、そんな状況でですね、すべてに対して動きが違うわけなんです。同じ、あの、右側は全部同じなのに。ね。っていうことはですね、この左側の通貨ですね、左側の通貨がですね、この左側の通貨の このですね、売られ、売り、売りの力っていうんですかね。はい。売られ具合が違うんですね。はい。で、中でも、まあ、これで見る限りではですね、ポンドっていうのがですね、一番強く売られているんです。一番強く売られているから、えー、トレンドが強く、下落が強い。で、おそらくなんですけど、この中でドルがですね、一番、 強いいいんじゃないかなかと思います。このドル、ユーロ、ポンド、オージーの中で一番強いのはドルだから、跳ね返りが強いんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じですね、過去チャートで見れば、ね、すごくよくわかりませんかね、はいえー。右側の通貨が全く同じなんですけど、まあ、この左側の通貨の強さ加減で、ですね、このように相場が違うんです。はい、で、えー、稼ぎやすい相場、ドルなのかってね、あのー、見れば、あの一目瞭然なんですけど、この ポンド円ですよね。ポンド円っていう通貨がですね、一番稼ぎやすいわけじゃないですか。はい。なので、今、過去チャートで見れば、ポンド円が一番稼ぎやすい環境なんですけども、これが、エントリーする前、ここですね。ここで、ドル円をエントリーしたいなって思った、この場所時点でですね、ポンド円に選択した方が利益になりやすいなって思うことができれば、すごいいいわけですよね。はい。そんな感じですよね。 そう、ドル円で、ここでエントリー仕掛けたいな、サイン通りの。自分自身は、サイン通りだったから、ここでエントリー。本来はですね、ちょっと違う。あ、まあ、本来ここか。自分のさあの、ロジック通りにエントリーするとしたらですね、やはりここなんですね。はい。ここの時間帯にエントリーを仕掛けたいんですけど、こん、ここだったら、ポンド円を選択するした方が、利益がでかくなりますね。はい。 まあちょっと決済タイミングも見てみましょうか円。ドル円だとおそらくですね、決済っていうのがですね、僕はここの高値の切り上げで決済を仕掛けると思いますんで、ピプス的にはですね、えー、50ピプスぐらいの利益にはなると思います。50ピプスぐらいの利益。まあ、プラスになってるからいいかなって思いますよね。はい。プラスになってるからいいかなって思います。じゃあ仮に、これをポンド円で同じ環境でエントリーを仕掛けるとしたらどこなのか。 先ほどの場所は、ここです。ここが、さっきのドル円でエントリーポイントと全く同じ場所です。ここから、エントリーを仕掛けた場合、決済タイミング、ポンド円で決済をするとしたらですね、ここですね。はい。トレンド転換したのはここです。なので、ここまでエントリー保有できます。なので、そこから、そこまでのですね、ピプスを確認すると、 ポンド円だと、えっ、ー、とですね、116ピプスの利益になりますね。はい。単純に2倍のピプスを獲得できます。まあ、これがですね、2倍の獲得ピプスだから2倍の利益とは限らないんですけどね。まあ、それはですね、資金管理によっていろいろちょっとありますので、何とも言えないんですけど、はい。まあ、このようにですね、えー、同じ場所で、同じ環境でエントリーしてもですね、この えー、通貨の強弱感によってですね、えー、強弱がはっきりしている通貨ほどですね、プラスになったりするんです。はいね、もしくは、まあ、プラスになるかならないかわからないけど、とにかくですね利益が出しやすい環境なのは間違いないですよね。というのも、そうあのー 戻しとかが全然少ないからより安定的にプラスになったりとかするんですでもしくはで今回みたいにです、ね、ドル円もプラスになったからいいんですけど、えー、この通貨の強弱感がしっかりしてないとでいっぺん逆方向に戻されて負けになったりすることもあるんです、はい、例えばなんですけどここの代表的な4つの中以外にですねクロス円で他にもあってですねあとはですねニュージーエンっていうのもあるんですよねニュージーエンニュージーエンの相場こんな感じなんですね、はい で、先ほどの場所。ドル円と全く同じ環境のこの場面でですね、エントリーをニュージー円ンでした場合、どこになるかというと、ここなんですね。ここ。ここでエントリーを仕掛けることになるんです。ドル円と同じ場所ですね。さっきのポンド円ともドル円とも同じ環境の場所です。ここで仮にニュージー円ンという通貨ペアでエントリー仕掛けると負けちゃうんですね。はい。負けちゃう。ね。 こここでであっという間にトレンド転換して負けけが発生すするわけですね。はい、このように、えー、通貨ペアの選択によってですね、利益が出なくなったりします。だけど、ね、ニュージーエン見たら15分子だけで見たらトレンド転換もしてるし、ね、アップトレンドからダウントレンドに転換してるから、まあ、別に場所としては間違っていないとは思うんですけどこの通貨の強弱感がしっかりなってないとね、負けちゃったりする場面もあるんです。なので、 えー、やっていただきたいのはですね、このようなですね、相場の環境認識で、えー、確認することはもっと大事なんですけど、それ以上にですね、通貨ペアの選択っていうのがすごく重要なんですよって内容なんですね。はい。まあ僕自身もですね、もともとですね、固定していたトレーダーなので、通貨ペアを固定していたので、ユーロドルとかポンドドルとかしかやってなかったんですね。はい。まあ、 あのですので、ですね、えー、トレンド相場を待っているっていうことをです、ね、ずっと続けておりました、はいねえー、相場の環境認識を使ってですね、まあ、ロジックがお金を出しやすい環境を自分自身で確認するわけじゃないですかなので、そのです、ねつあのー、ユーロドルやポンドドルがですねその自分自身のロジックが稼ぎやすい環境になるのを待ってたんですね。 はい、だけど、今現在の自分というのは、ですね、このように複数の通貨ペアをめあの選んで、ですね、えー、稼ぎやすい相場を探すという作業をしております。はいまあ、今回のケースでは、このクロス円のポンド円が非常に優秀だったから、ポンド円を選びたかったということになって、まあ、ここはですね、自分自身は、ですね、じゃあ実際、 ここは、どこで、何でですね、エントリーをしたかというとですね、自分自身はですね、これ実はポンド円でもないんですね。はい。実は、このポンドニュージーというものを選んでます。はい。で、ポンドニュージーという相場を選んで、ポンドニュージーだったら、またエントリー通り、自分自身がですね、エントリーの仕方としたらですね、こういうようなロジックを使って、エントリーは、ここの場面からエントリーしております。はい。 ここは、まあ、えー、と、先ほどのエントリーポイントとは若干ずれてるんですけど、ここですね。はい、えっ、ー、と、全く同じ場所だと、ここなんですね。ここなんですけど、まあ実際はですね、実際エントリーしたらもうちょっと遅れて、ね、価格がもっと下がってから、実際下がってからで、ね、ロジック通りにエントリー仕掛けてるんですね。で、ここでエントリー仕掛けたとしたらですね、実際何ピプスの利益になってるか。 はい。現時点でですね、自分の中でで、決済タイミング出てないんで、え、決済しなくてもいいんですけど、この時デイトレをやっていたので、で、しかもですね、これこの後週末です。週末なので、週末はまた来たくなかったです。なので、まあ、適当に、まあ、そろそろやめようって思ってエントリーしましたこ。あ、決済しました。この辺で決済しました。何ピプスの利益になったかというとですね、はい、こんな感じ。200ピプス以上の利益になってるんですね。はい。まあ、このようにですね、 同じ場所でも、その通貨の環境によってですね、はい、あの、ここは、このようにですね、獲得ピプスが全然違うんです。で、特にですね、さっき、このポンド乳児見てください。全然この後どですね、戻しがないですよね。はい。他の見てくださいね。ポンド円だったら、ポンド円もなかなかないですけど、それでも、ちょっと戻されてます。こことかちょっと要請出てますよね。はい。 ドル円なんかは大きくその後戻されちゃってますよね。はい。ポンドニュージーだったらこんな感じ。全然戻さないんです。はい。ね、こういうことをね、やれるようになると、FX ってすごく面白くなるんです。で、あのー、これ、最初はですね、自分自身。 これ教わったのはですね、まあ自分自身のね、トレーダー、トレーダー仲間からですね、こういうことをやると利益になるよってことを教えては、教えてもらってですね、あの、この話は始まったんですけど、一番最初はですね、これは過去チャートだからこんなことが言えると思ったんですね。過去チャートだから、 ね、一番ですね、旬だったチャートがわかるんでしょこれ過去チャートじゃなくた、過去チャートじゃなかったら未来なんか予想できるわけないじゃん。どれが一番強いかなんてわからないじゃんってずっと思ってたんです。はい。だから、こんなのあのこんなの採用できるわけがないって思ってですね、しばらくは僕はそれでも、あの、そういうことを言われて、そういうふうに案を出されましたが、まあ、ユーロドルやポンドドルみたいなですね、ものをやってました。でもね、その人自体がですね、あの、本当にそうやってですね、 あの、通貨ペア選択でですね、大成功してたのであ、本当にこれ可能性があるんじゃないかなと思って自分自身勉強し始めたんですね。で、結果的にですね、えー、これ可能なんです。はい、100%ではないんですけども、えー、選ぶことができるんです。はい。どうやって選ぶかというと、先ほどのこの応用なんです。先ほど言った、2つの通貨の組み合わせでできていて、 上に上がるときにはこっちが買われていて、こっちが売られている。ね。下落するときにはこっちが買われていて、こっちが売られているよって話です。はい。この応用で可能なんですね。はい。ちょっとだけ説明させていただきましょうか。これね、すごく、あのー、簡単なんですけど、実際やろうとするとすごい難しいんです。はい。簡単なんですけどね、本当はね。あのー、 いや、慣れたらすごく簡単なんですけど、慣れるまですごくハードルが高くてですね、僕自身勉強1年ぐらいかかりました。でも1年ぐらいかかって、 一年ぐらいかかった結果ですね。まあ、一回のトレードで100ピプス以上の利益が変わったりとかですね。まあ、そんなに変わらない、あの、変わらないこともあるんですけど、要は安定して勝率が高くなったりですね。安定して損益比が上がったりとかしたんで、すごく、あの、安心してトレードができるようになったんですね。なので、やはりですね、これ採用するべきなんじゃないかなと僕は思いますので、ぜひトライしていただきたいんです。はい。まあ、ごめんなさい。ざっくり説明させていただきます。先ほどのようにですね、ね。 えっと、もっともっといろいろやり方はいっぱいあるんですけど、具体的にですね、例えば先ほどのようにですね、ドル円が下がったから、クロスやりたいよって思ったとするじゃないですか。ね。でも、ポンド円の方が優位性が高かったですよね。お伝えした通り。ポンド円の方が優位性が高かった。だけど、ポンドニュージーの方がさらに優位性が高かった。っていうことなんですけど、はい。じゃあ、まずは、えっ、ー、と、そうですね。どこから説明しましょうか。あ、まあ、でも単純にですね、じゃあ、 ポンド円とポンド乳児。ど、なんでポンド乳児のが優位性が高かったか説明させていただきますね。はい。ね。ポンド円と、ね。ポンド円と、ポンド乳児。なんで自分はポンド乳児を選択したかってことですね。説明させていただきますと、簡単なんです、これ。考え方は。 ポンドっていう左側は同じじゃないですか。ポンドという左側で、ね。左側は全く同じ。違いは、円と乳児ですよね。で、円と乳児。で、えっ、ー、と、両方ともですね、ポンドが弱いって思ってる。だから、ポンドは売られているんですね。ポンドは売られている。はい。で、下落方向に押していたんです。ね、下落方向に押していたので、 えー、この右側の通貨ですね。円と乳児は、強ければ強いほど、下落の勢いは強くなるわけですよね。こっちです。どんどん汚くなっちゃって申し訳ないんですけど、はい。えー、ダウントレンド。両方とも、売り方向に動いてほしい。下落方向に動いてほしいんです。ね。はい。落ちてます。両方とも落ちてます。ね。下落方向に落ちてほしいということはですね、 えー、右側の通貨というのは強ければ強いほどいいんです。じゃあ、どっちが強いか戦わせればいいわけですね。はい。単純です。乳児ーーと円を両方とも比べるためには、ニュージー円という通貨ペアがあるので、ニュージー円という通貨ペアを確認すればいいんです。で、ニュージー円確認しました。1時間足で確認しました。ニュージー円は圧倒的に上昇です。 はい。ね。圧倒的に上昇して、ちょっと調整入って、また上昇してますよね。はい。要は、ニュージ児園はアップトレンド中なんですよ。ニュージ児園はアップトレンド中ということは、これ。ね。左側の通貨が買われていて、右側の通貨売られているわけですね。要は、左側の通貨が強いということは、円とニュージーを比べたら、ニュージ児園ですので、ニュージーの方が強いわけじゃないですか。ね。 ニュージーの方が強いんだから、ポンドニュージーを選んだ方が下落の勢いは強くなるよねってことなんです。だから、ポンドニュージーを選んだ方がプラスになりやすいんだから、ポンドニュージーを選べばいいよねっていう話なんです。はい、そんな感じです。だからそういうことをですね、あの、一つずつやっていくってことですね。はい。まあ、ドル円よりもポンド円の方が優位性が高くて、ポンド円よりもポンドニュージーの方が優位性が高かったから、ポンドニュージーを選択したわけです。はい。まあ、これをですね、 あの、言うのは簡単なんですけど、実際やってみるとね、じゃあこれ全部の通貨。例えばこの6通貨。例えばですね、今回紹介したドルと円とユーロとポンドとオージーとニュージー。この6通貨。全部ですね、この強さをですね、確認すると、 えー、通貨ペアで確認するとですね15通貨ペアというですねとんでもない通貨ペアがあります、この15通貨ペア全部ですね確認して、ですね一番強いのと一番弱いのを戦わせるのかってことですね、あのおっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、そこはねそこまではさすがにしないです、はいある特定の通貨ペアを確認しながら、ですね一番強い通貨と一番弱い通貨をですねいつも同じようにルーチンでですねいつも同じように通貨ペアを確認するっいうことをやってます。はい なので、自分自身はです、ね、いつも同じようにこれをです、ね、やっておりますので、大体です、ね、で通貨ペアを選ぶのはです、ね、だいたい3分から5分ぐらいあのか、あのー、相場分析をして、まあ、それぐらいで確認します。はいまあ、自分自身は5分足とかで,です、ね、エントリー仕掛けたり、5分や15分でエントリー仕掛けますので、えー、そもそもその通貨の確認をする、ねえー、相場分析をするときにです、ね、5分ぐらいで確認できないと5分足でエントリーできないじゃないですか。なので、まあ、自分自身はだいたい5分ぐらい。 をを目安にですすね相場分析をしておりますなので、えー、最初はこれごちゃごちゃになると思うんで、この考え方ですね、えー、やっぱりごちゃごちゃになると思うんで、ぜひともですね何回も動画見ていただいてですね、はいこの考え方をですね理解していただきたいなと僕は思っています。この考え方を理解するだけでですね、あ本当に損益比とかが変わるんですね。 はい。で、勝率も上がりますし、そのプラスになる金額もすごく増えました。で、何よりもですね、自分自身これ恐怖心が、ま、なくなったっていうのはですね、ほんと事実なんですね。はい。えー、今まではですね、どうしてもまずトレードをしてました。先ほども何度もお伝えしている通りですね、えー、固定通貨ペアでやってましたので、 トレ,ンドがトレンドの発生を待っていました要はロジックが稼ぎやすい環境をひたすら待っていたんですねなのでそれを取り逃した時なんかはですね本当に負けたような気分というよりもまずはその負けよりも悔しい気分だったんですねだったり、えー、今相場の環境自体が整ったから絶対にプラスにするそして、えー、エントリーしたからにはですねそのですね、えー、利益をですね最大限取るってことに特化したんですね はい。たまにしか来ないエントリーチャンスをですね、ものにしたいので、エントリーをですね、えー、こだわってたわけです。その1回のエントリーでいかに、えー、その、あの、利益を獲得するかってことにこだわりをずっと続けておりました。ですが、 今現在のですね内容のようにですね、えー、通貨ペア複数の通貨ペアを確認して今あの、お金を稼ぎやすい環境の通貨ペアを探すという作業になってからはですね、えー、コンスタントにですね、えー、ロジックが自分自身が持っているロジックがですね稼ぎやすい環境がどんどん来るんですね。 一、はい、日一回ないしは二回来たりとかするんです。なので、えー、簡単なんですよね。なので、えー、とまずはですね、えー、毎日来るので、焦らずエントリーができる。一、ねはい、日二回とかも平気で来ますので、安心してエントリーができますし、まあ、そもそもですねトレンドが発生しやすい通貨ペアをそもそも選んでいるので、あのこういう恐怖感がすごく減った。そして、あとはですね、何度も何度も来るので、あの1回のトレードでですね、 えー、大げさに取らなくてもいいというか、あのー、大きな利益を取らなくても済む。だから、えっと、ある程度取ったら、えー、利益確定しちゃってもいいかなと思ってですね、利益確定も素直にできることができて、えー、かつですね、まあ、何度もそチャンスが来るので、えー、損切りも、まあ負けちゃって、1回ぐらい負けてもいいかなっていうふうにですね、えー、まあ、 心地いい損切りではないけど、まあ,今,あの今までよりも許せるようになりました。そんな感じです。なので、まあ今回のこの通貨ペアの選択をすることによってですね、非常にですね、この FX が楽しくなって、 まあ、より簡単になったっていうんですかね、お金を稼ぎやすくなったっていうふうに自分自身は思ったんですね。まあ、ですので、あの、この相場の環境認識の中でもですね、この通貨ペアの強弱を、あの、確認してですね、えー、よりですね、優位性が高い場所でエントリーを仕掛けるっていうですね、このやり方っていうのはね、非常に優位性が高いんじゃないかなと自分自身は思ってますので、今一番注目しています。はい。 これ始めてからですね、僕自身今2年ぐらい経ってるんですけど、やはりですね、その、 最初の1年っていうのは、やはりすごく難しくてですね、やりにくかったんですけども、まあ、何度も何度も繰り返すことによって利益が出るようになりました。で、何よりですね、えー、一緒にですね、あの、携わって、このですね、自分自身と一緒にですね、携わってくれているスタッフさんですね、はい、最初のうちはですね、この相場の環境認識で通貨強弱のですね、あの、話をした時にはですね、全くちんぷんかんぷんでですね、選ぶことができなかった方がですね、今現在、 自分自身と全く同じ通貨ペアでエントリーしてるんですねで、さらにですねその方がですね えー、負けをばっかり繰り返して、ですね全然利益出せなかったはずだったのに、今、1年ぐらい経ってると思うんです。だいたい1年弱ぐらいですかね、この話をし始めてから、そのスタッフさんやってるんですけど、今はですね勝ちすぎて怖いって言ってます。はい <laughs>、えー、負け方を忘れてしまったとも言います。はいそんな感じなんですね。なので、まあ、それそれぐらい、ですねこの通貨の強弱感を使って、ですね、えー、通貨ペアを選択するっていう、ですねこの意パワーっていうのはすごく強いんじゃないかなというふうに思います。 で、まあ、これを使って最終的にはロジック通りにエントリーするだけなので、まあ、すごくね、優位性が高いと思います。やはりこの相場の環境認識っていうのはですね、お金を稼ぐために重要なんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、これができるようになるとですね、今現在ご覧になっている方もですね、すごくですね、FX すごい楽しくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひともですね、トライしていただけたらなと思います。はい。で、まずですね、ご要望ありましたらですね、もっとたくさんのことを。 ごご覧いいただきありがとうございます。この動画の詳しい内容はこのムービーの下の「もっと見る」の欄の中にある URL をクリックしてくださいスマートフォンの方は縦に表示して三角ボタンをタップして動画の説明を表示させ URL をタップしてください